中日にはチームを強くする4人のキーマンがいる。高岸は自身のチャンネルで、石川昂弥含め、ブライト・ケンタ、オルランド・カリステ、細川聖也の4人の名前を挙げ、すごく可能性のある4人、この4人を軸にチームを作っていくと中日も絶対強くなるよ、と話した。さすがわかってる。立浪、片岡、清原、宮本この4人がキーマンやろ。5年後の立浪優を支える主力選手だから、大事に育ててほしい。ジュニドラファンは別に強くなること望んでない模様。選手がどうこうできる問題じゃない。ブライトは未来背負ってるわ。普通のチームならカリステは首、ジュニドラでは重宝されとる。カリステってエルナンデスくらいやれるの？エルナンデスでも若手の蓋になるとか叩かれてたのに。最近活躍してたやつあげてるだけやん。片岡敦史ヘッドコーチが一軍野手に右打ち指導すれば、ドラゴンズ強くなるんだぜ。二遊間に助っ人使ってるチームは強くならないぞ。ブライトはフォームは未だになんか変なんだけど割と当たるし飛ぶ、大外れではなかった、迂回は知らん。今がそこなんやから、これから誰が何やったって強くはなるやろそら。去年もそんなこと言ってたやろ。逆に言えば4人もジャンプアップしないと強いチームにすらなれないと、大半のチームはそれだけ伸びたら優勝なんだ。レギュラー野手8人中4人も伸びたら、10ゲーム差優勝定期。将来性で阿部を切った中日がカリステを残すのか？そんなんより立浪排除のが先やろ。打線弱いチームが自らない外野の打てるやつ削ってくとかアホすぎるわ。ここまでアホな監督前代未聞やろ。キーマンは立浪だぞ。この4選手強くなったら監督立浪でもいけるんかって話よ。今がそこってそこちゃうやろ。細川、石川あたりの若手が急に感覚狂って、打てなくなればさらにどん底味わえるぞ。投手が崩壊したら、さらに弱くなる可能性あるんだけどな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。